どうも、おえもさん宅です。今回ご紹介をするのはみんな大好きバイドシルエットのこちら、ディッキーズの874というね、ワークパンツ、こちらをですねご紹介していきます。で、今自分は30代後半なんですけども、で、このディッキーズのワークパンツっていうのは中学生ぐらいから数えると多分5本から10本ぐらいは履いてきたかなと思います。で、こちらのブラックのパンツに関してはまだね新品なんですけども、やっぱりこのねディッキーズっていうと、このもうノリのついたパリパリ感、これがたまらないですよね。やっぱね、このザ・アメリカのワークウェア感がすごいね、好きです。では今回の目次に関してはこんな感じでいこうかなと思ってます。こちらの874モデルのおすすめの購入方法だったり購入場所、あと最後はですね、まあ、着用コーデとかサイズ感、こういったところを説明していこうかなと思います。で、こちらのディッキーズ874モデルっていうのは結構太めのねシルエットになっております。ということで、結構サイズ感に迷う方いらっしゃるかなと思いましたので、この1本購入すれば、まあ、ストリートっぽくも履けるし、逆にアダルトにねちょっと細身に履けるようなパンツも1本購入すれば、まあ、どっちもできるようなサイズ感っていうのも今回ねご紹介をしていこうかなというふうに思います。ではまずディッキーズとはというところを簡単にざっくりねご説明をしておきます。で、こちらのディッキーズのワークパンツなんですけども、1922年、ちょうど100年前ぐらい、アメリカのテキサス生まれになっています。今ではディッキーズっていうのは世界100カ国以上に展開されているようなブランドになっています。今日ご紹介をしているこちらのワークパンツとか、あとワークシャツとかつなぎ、こういったところが有名なブランドになっています。最近日本では、まあ、ストア系っていうのかな、あのセレクトショップ、まあ、某有名なセレクトショップとかでもですね、このディッキーズの方に、まあ、別注みたいな形でかけて、で、まあ、ローライズのモデルだったり、まあ、キャップだったりバッグだったり、まあ、こういったものを展開されているようなケースが多いかなというふうに思います。続いて自分が持っているディッキーズのワークパンツなんですけども、こちらがですねまだね新品の状態、これがブラックになります。最近購入しました。で、同じくこのねベージュ、こっちのベージュのディッキーズのワークパンツ、こちらもですね874というモデルで、最近ねこのブラックと一緒に購入しました。で、もう一個ベージュ、同じくベージュなんですけど、こちらのベージュに関しては874ではなくてですね、これは10年前ぐらいにディッキーズじゃないわ、これはビームス、ビームスで10年前ぐらいに購入しました。結構細身のシルエットになっていて、股髪が結構ね浅め、ただこのビームスで購入したこのディッキーズは結構10年間ぐらいよくね入ってたので、こんな感じでロールアップしてたところが黒ずんでいるのがわかるかな、こんな感じ、もう10年間ぐらい履いてるんで、もう生地自体もかなりねクタッとしてるんですけども、もともとはこれ購入した時はかなりねこっちみたいにパリッとしておりました。今はディッキーズのパンツはこのね3本しか持ってないんですけども、昔はネイビーとかチャコールグレーだったかな、まあ、こういったカラーも持っていました。ということで、結構まあディッキーズに関しては、まあ、ブラックもね、履き込んだし、あとホワイトっぽい感じのパンツも確かあったと思うんですよね、まあ、そういった感じで結構ね、履き込んできました。その中でやっぱりディッキーズっていうとこのねベージュとブラックに最近はね落ち着いております。商品説明に関してはこちらの最近よく履いているディッキーズの874モデルをご紹介していきます。ディッキーズの874モデルっていうと、もう1950年代のアメリカで大ヒットしたワークパンツということで、ね、多分履いたことがない方はいらっしゃらないぐらい有名なパンツかなと思うので、まあ、商品説明は簡単にしておきます。他のカラーもすごくいいんですけども、最近落ち着いてるのがこのねベージュとブラックのカラーになります。で、生地感なんですけども、もうディッキーズといえばもうポリ65の綿35というところで、もうこのねパリッパリの生地感で、少しちょっと光沢のあるような生地感っていうのがもうディッキーズならではというところで、他ではね多分こういった生地感って、ないんじゃないかなっていうぐらいザ・ディッキーズっていうような生地感になっております。で、ベルトループは結構こういった形でぶっといねベルトループがついていて、で、計7つついています。フロントに関してはこんな感じでジッパーになっていて、このねジップの部分に関してはディッキーズのオリジナルのジップが使われております。で、カラーはゴールドになっています。で、内側のこのねライニングっていうのかな、この部分にはこういった形で874っていうねモデル名が記載されています。まだね買ったばかりなのでパリッパリになってますね。これ
後ほど着用コーデ見てもらえばかなりね分かりやすいと思うんですけども、ウエストはこれね34インチで、レングスが30インチを購入しています。自分身長172センチなんですけども、レングス30インチ購入しておくとですね、こういった形でワンロールでも履けるし、これで2ロールにしてもちょうどジャスト丈ぐらいで履けるような長さになっていますということなので、身長172センチぐらいの方であればレングス30インチでいいかなと思います。でまだね購入したばかりということで、このねセンタープレスがバッチリね効いております。こんな感じかっこいいですよね。ただね履き込んでいくと、このセンタープレスも結構ね生地感がクタッとなって消えていくので、この辺がね好みがあると思うんですけど、クタッとしたディッキーズが好きな方もいれば、こういった形でピシッとねセンタープレスが効いてるようなディッキーズが好きな方もいらっしゃると思うので、そこはね多分好みが分かれるところかなと思います。ワンロールしないとこんな感じでシングルステッチになっています。で裾をめくり上げるとですね、中はこんな感じになってますね。至ってね普通かなと思います。まだ洗いをかけてないので、のりがついてる状態ということで、もうかなりねパリッパリの感じの生地感になってます。こんな感じ、ザラザラしていますよね。こんな感じです。続いてバッグなんですけど、ポケットが2つついておりまして、一方はここにねボタン付きのポケットになっています。でこちらのポケットの上側にはこういったねディッキーズのマークが刺繍で付けられております。このマークがちらっと見えるとかっこいいですよね。で先ほどご紹介忘れてましたけども、前の方にもこのねポケットが、結構深いポケットが2つあります。続いてディッキーズ874のおすすめの購入方法、購入場所なんですけども、私は今回ねこの2色購入したわけで、こっちまだ新品で、こっち何度か入ってるんですけども、どちらもコストコで購入をしました。でコストコで価格が大体3000円切るぐらい、2950円ぐらいで購入できる価格ということで、2色買っても6000円弱ぐらいで購入できました。1本あたり、アルバイトとかだと、3時間ぐらい働けばこのねパンツ手に入ると、すごいねいい価格かなというふうに思います。自分は今回ねこのブラックもベージュも34インチ ×30 インチっていうねサイズを購入していて、で自分結構コストコ行くこと多いんですけども、行くたびにねディッキーズのワークパンツ見てるんですけども、毎回ね在庫はあるので、あんまり在庫気にせず購入できるかなというふうに思います。コストコだと物見ながら安く購入できるので、おすすめかなというふうに思います。自分の場合は身長172センチ体重69キロなんですけども、この34、30インチを買っておくと、ストリートっぽくも履けるし、アダルトにちょっと細めに履くこともできます。ちょっとねこのウエストの位置を変えることで、太めにもできるし細身でも履けるというような形で、このね34、30インチおすすめということで、そのあたりも含めて着用コーデ見ていただければなというふうに思います。ではどうぞ。一つ目のコーデは王道のストリートっぽいスタイルに組んでみました。いかがでしょうか。パンツはディッキーズのベージュの874なので、ベージュに合わせるようなカラーということで、トップスにはヴィンテージのネイビーカラーのスウェット、これを持ってきました。足元はバンズのブロックチェックを持ってきました。こんな感じです。いかがでしょうか。実際アメリカのロスのサンタモニカビーチとか行くと、こんな感じでディッキーズのワークパンツ履いて、でバンズのオールドスクールを履いてるような若者が結構ねいます。もうザ・アメカジっていうようなスタイルかなというふうに思います。こちらのコーデに関しては若干ウエストを落として2ロールにしております。で腰履きをしているので、少しパンツ自体が太く見えるかなというふうに思います。少し腰履きをすることで、90年代ぐらいのちょっとねこう抜けた感じ、緩い感じの雰囲気になるかなというふうに思います。では2つ目のコーデはこんな感じで組んでみました。1つ目のコーデよりも若干アダルトに組んでみましたけども、いかがでしょうか。で同じくディッキーズ874のベージュのパンツなんですけども、トップスをテンダーロインの襟なしのネイビーカラーのシャツを持ってきて、でちょっとね腕をまくったりとかすると、少しねアダルトっぽく着れるかなというふうに思います。今回のコーデはパンツはウエストジャストで履いているので、2ロールじゃなくて1ロールして履いております。こんな感じです。で足元にはレッドウィングのポストマンを持ってきて、先ほどの1つ目のコーデの場合は腰履きをして若干ねこう太く見せてたんですけども、今回のようにウエストで履くことで、かなりパンツ自体がシュッと見えて
アダルトな印象になるかなというふうに思います。でワンロールというような感じでコーデをね組んでみました。トップスにシャツを持ってきて足元に革靴を持ってくることでかなり大人っぽいね印象のスタイルになるかなというふうに思います。はい、いかがでしたでしょうか。今回はみんな大好きディッキーズのワークパンツ、こちらをご紹介させていただきました。まあ今後もこんな感じで、まあ、ワークパンツだったりアメカジのアイテム、こういったものをこの動画を通じてご紹介していきたいなというふうに思いますので、まあ、この動画気に入っていただきましたら高評価チャンネル登録をいただきまして今後もご視聴いただけると嬉しいなというふうに思います。というところで今日はねこの辺で動画失礼します。以上小山さんだくでした。